皆さんこんにちは。今回は3キレの実況をしていきます。1局目は対筋違い角ですね。いきなり角交換してきて角を打ってきてっていうのが筋違い角の出だしなんですけども、ここから自分はハブ流って言われる陣形を採用していきました。この後こうどんどん盛り上がっていって向かい飛車にするっていうのがそのハブ流って言われている陣形ですね。ここの位を取ってで銀を出て、この後7七桂6七金と上がって8八飛車みたいな感じ向かい飛車にして刺すっていう。ただこれちょっと駒組みこっちがミスってる感じもあって、早めに8八飛車って回っといた方が良かったですね。本譜角出られてこんな感じで攻められて、こうここで回ったんですけど飛車を走られてちょっとこう2筋を攻められる形になったので、早めに8八飛車って回っておくと3八金とこう早めに補強する手があったので、早めに回っておいた方が良かったかもしれないです。ただ陣形としてはこんな感じでこう銀を盛り上がっていって、で向かい飛車にしてっていうのがハブ流と呼ばれている筋違い角対策ですね。で相手の方としてはここでもう一押しあればいいんですけど、ちょっとすぐの攻めは無理と見て飛車を引いて形を整えてきましたね。でこちらは根元の角を狙って攻めていきました。でまあ銀角引いたんですけども、銀出れるので同銀同角で一応一歩得できるので、まあどうかなっていうところですね。で相手の方は銀を打ってきたんですけども、角を引いておいて、まあ、こちらだけ持ち駒に銀がある状態になるので、まあ、そのあたりもポイントかなと思ってました。で飛車はやっぱり使いたいの で飛車を使うときはやっぱり飛車先の歩を突いていくのが一番いいので、歩を突いて飛車を使っていきます。で相手の方は玉を寄って8筋を補強してきたんですけども、こちら桂馬を使って攻め駒を増やしていきます。で相手の方は囲いは金無双ですね。まあ、金無双の方がこう8筋に強いので、でこっちこう飛車だったり角だったりでこう8筋睨んでるところなので、まあ8筋を補強するために金無双にしたっていう感じですね。でこっちは一回歩を突き捨てました。同歩で歩を打つのが狙いで、同歩なら8四歩と垂らして次歩攻めするのが狙いですね。まあ、こうしておいて次に8五飛車と走って、さらに8三銀同銀同歩成となれば8筋を突破できるので、こちらとしては十分ですね。相手の方としてはそれが来る前に何か攻めていきたいところなんですけども、角を上がってこっちの陣地に帰化してきました。まあ、ずっと金を狙われてると気持ち悪いので、一回歩を突いて骨格の利きを遮断したんですけども、まあこれそうですね、歩を垂らされるのがちょっと嫌な手で、これ同金と取ると2八歩成と2筋を突破されますし、まあ、放っておいてもちょっと気持ち悪いところですね。でこれ8五飛車って走りたいんですけど、8五飛車って走ると飛車の横利きがなくなるので、2八歩成同金同飛車成と攻められてしまうので、本譜は8五銀と銀で出たんですけども、歩が嫌な手で、これ同飛車だとやっぱり飛車の横利きがなくなるので、2八歩成同金同飛車成でまずいですね。なんでこの歩取りにくかったので、本譜飛車を回ったんですけども、真ん中に、ただこれだとちょっと飛車が攻めに使えなくなるので、まあちょっと不満かなと思ってました。ただまあ8筋の拠点も大きいので、まあなんとかここから攻めていければなっていうところですね。まあこのあたりこう8筋に拠点作ったり、まああと6筋に位があったりして、こう攻めの力は溜まってるので、まああとそれをどこかでこう爆発できればいいなっていうふうには思ってました。で相手の方は歩をついて同歩に歩を打って角頭を狙ってきました。今同桂なら6四飛車で桂取りが受けにくかったので角を逃げたんですけども、まあこうしておいて次に6三銀打ちの王手から迫る手もありますし、こちらとしてはそんなに不満がないですね。でここからまあ相手の方もゆっくりしてると、こちら6五桂とか攻めが6五桂とか8三銀とか6三銀とかいろいろ攻めがあるので、まあ角をこう自陣に利かしつつ使ってきたんですけども、桂跳ねてで角引いて桂取りにしてきたんですけども、銀打ちが痛い手で全部こうバラバラにした後に、これ同玉と取っても5三角成7二玉6三金で詰みなので、いきなり詰み形なんですよね。相手の方の囲いも金銀3枚で囲われてたんですけども、まあこっちの攻め駒が急所に配置されてたので、一気に詰み形に持っていけたっていう感じですね。これ同玉は5三角成ですし、ここで7一玉って逃げる手も考えられるんですけども、ここで7一玉には5三角成となれば王手角取りなので、こちらが勝勢ですね。まあなんで相手の方としてはこの局面受けが難しいので、ここで投了となりました。というわけで次が2局目ですね。2局目は相手の方がアヒル囲いで来た将棋になりました。でこっちはアヒル囲いに対しては雁木に組むことが多いので、まあこんな感じで雁木囲いを目指しつつ、で攻めの銀は早繰り銀にして攻めを使うことが多いので、こんな感じで囲いながら、まあ、タイミングを見て、こう、早繰り銀にしていくっていうところですね。歩をついて、雁木囲いを目指していきます。こんな感じで、形を整えて、で、歩をついて、3七銀から早繰り銀にして、
この早繰り銀の右の銀で相手の飛車角を抑え込みに行くっていうのが結構自分の好きな指し方ですね。で相手の方は動いてきたんですけども、まあこっちはこれ、ただここですぐ3七銀って上がると7七飛車成っていきなり切ってくる手があって、同桂に3九角と打って3八飛車に5七角成同金同角成みたいな感じでこっちは陣地を突破してくる手があるので、角を引いておいてから銀を出ました。で相手の方は飛車を回ってきたんですけども、歩を押さえてどうかっていうところですね。でこれ角取りなんで角を逃げてくるんですけども、角を逃げた手に歩をついて、この後4七金からこう押さえ込みに行くのが狙いですね。4七金と上がって、さらに2六銀と上がっていく感じ。単に2六銀って上がると3六飛車って歩を取られるので、4七金として3六の歩を守ってから銀を出てこう圧迫していく感じですね。でこれ5四飛車って逃げる場所1箇所あるんですけども、それには2四歩同歩同銀みたいな感じで角頭を狙う予定でした。で相手の方はもう飛車を切っちゃってこんな感じで角で攻めてきたんですけども、歩を打って受けておいてどうかですね。ただこれまあ歩を打たれるんですけども、銀を引いておけば大丈夫かなっていう感じもしてました。で相手の方は拠点に打ってくるんですけど、これ同銀同歩成同金とすると6六歩と打たれて、5七金と打った時に6五桂とされるので、銀を残して銀を引くっていう受けの形でいったんですけども、まあ、相手の方はそれでも打ち込んできて、でこっちは銀を引いて受けました。結構守り駒はこう角を残すよりも金銀を残す方が受けやすいので、まあ、角は渡しちゃうんですけども、こんな感じで銀を残す方を重視しました。相手の方はこうひたすら攻めてきて、これ同玉は6九角が王手金取りなので逃げておいて、でこれ8八角って打ち込んでくれてちょっと気になるんですけども、それには9八金と受けておけば相手の角が詰んでるので大丈夫ですね。なんで相手の方としては8八角はちょっと打ちにくいので、6五桂とこう攻め駒を使って攻めてきました。でこっちは7六銀と桂取りにしながら6七の地点に利かしてこう自陣を補強して、ちょっとこう攻めを切らしにいってる感じですね。あと桂馬が取れると6四桂っていう王手があって、王手をすることができて、まあ、相手玉が一気に詰みっていう筋も狙えるので、まあ、ちょっと桂馬欲しいなっていうのもあって、ここに銀を打った感じですね。まあ、相手の方としてはゆっくりしているとこれ6五銀って取られて、さらに2五飛車と桂馬も取られて、どんどん攻めが細くなっていくので急いで攻める必要があるんですけども、本譜は歩を成って同銀に角を打ってきました。まあ、飛車取りなんで逃げるんですけども、まあ、馬を作っておいてどうかっていう感じですね。まあ、次に6六歩から拠点を作られてがあるので、一回こっちから打ってこう拠点を作られないようにして7七桂成同銀となったんですけども、こうなれば結構こうこっちの銀2枚がしっかり守りに働いてますし、角2枚だけだと攻めは難しいのかなと思ってました。角を上がってきた手に一回歩をついて角取りにして、角を追ってからまあどうするかっていうところなんですけども、飛車を成って、まあ成れるのは成っておいて、で歩を打って受けた手に竜を引いておいて、まあ次に3四歩で角が詰むのでどうかっていうところですね。で6五歩には次6六歩って取り込まれるとちょっと気持ち悪いので、同歩で銀取ってくる手には同桂で、まあ、相手の方歩切れなのでここで6六歩とか打たれるとちょっと嫌なんですけど、それがないので大丈夫そうですね。で本譜は桂馬を打って、まあ、この局面は相手の方の攻め駒がないですし、相手の方玉も危ない状態なのでこちらの勝ちですね。